こんにちは。ちか先生です。はい。今日の日本語チェックです。今日は私がご飯を作るので、あなたは作らない方がいいです。はい。このチェックポイントは、これですね。作らない方がいいです。これはね、作らなくてもいい。こっちの方がいいです。はい。方がいいです。はい、こっちがもっといいですね。 あななたは作らいいい方がいいです。これはね、ちょっとね、こういう意味ですよね、方がいい、ない方がいいっていうのは、あの、なんだろうな、ダメっていう感じですね、だめ。だめですっていう感じでしょ。でも、作らなくてもいい、こなくてもいい、手もいいっていうのは、 何々しても OK ですよっていう感じですよね。はい。しなくてもいいはしないのも OK。するのも OK。これはした方がいい。しなきゃダメ。しなければならない。しない方がいい。したらダメです。でも、あれでしょ今日は私がご飯を作りますから、あなたは大丈夫っていうことでしょ大丈夫はこっちがいいじゃないですか、やっぱり。 こっちがいいいですよねはい、だから作らなくてもいいです。これがいいですもっとなんか優しい親切そんなイメージですね。はい。あのー、だから作らない方がいいっていうのは作るのは良くない。だからあなたは作らない方がいい。あなたが作るのは良くない。うん、なんか怖いよね。うん でも、作らなくてもいいわ。あなたは作らなくて OK。なんか優しい親切ですよね。はい。ということで、今日は私がご飯を作るので、あなたは作らなくてもいいよ。いいですよ。っていうことですね。はい。今日は私がご飯を作るので、あなたは作らなくてもいいです。はい。テレビでも見てください。っていうことですね。 はい、それでは今日もありがとうございました。またね。